尾道映画資料館尾道映画資料館は、広島県尾道市にある、尾道ゆかりの映画資料等を展示する、博物館。目の前に、尾道市役所があり、近くに、尾道歴史博物館がある。1998年の尾の市市制100周年、及び、翌1999年の、西瀬戸自動車道開通を機に推進された、街ごと、芸術、 文化館構想事業の一つ。かつて明治時代に、尾道の海辺にの木を連ねた倉庫群の一つを改装し、2000年4月22日に開館した入り口に映写機が置いてある。館内では、尾道が舞台になった映画のロケ写真、約2万千枚にも上る上映当時の映画ポスターや100年前に、フランスで初めて上映された劇場用映画の風景模型。 昭和初期から最新のものまでの撮影機、映写機や8ミリフィルムなどが展示されている。特に、小津安二郎、東京物語や新道兼と裸の島に関する資料等が多く展示されている。ちなみに、大林信彦のものについては承認が得られていないため作品展示等はない。その他に20席ほどのミニシアターも備え。 おのみちゆかり映画のダイジェスト版や最新映画の予告編を上映している。訪れる人々がくつろげるサロンや映画の最新情報紹介やインターネット、検索サービスもある。広島県おのみち宿坊1丁目14の10。ありがとうございます。